これからの前衛作曲家の方はメロディーを歌わないようになるんですか？いえ、僕は僕の音楽は旋律だらけだと思ってます。それでこんなに美しい旋律を書く作曲家はそんなにいないだろうと僕は自分では自負しているんです。すいません、どうもありがとうございました。1982年6月27日、岩木博之さん指揮のもと、札幌交響楽団のコンサートが開かれました。竹光徹さんの初演曲3曲という、今では、夢のような画期的なコンサートでした。現代音楽が落ち込んでこう必死しているものをもう一回その違うそのソシアルな観点からその活性化していきたいというふうに、まあ、思っているわけです。竹光さん早かったんじゃないかと思うんですね。っていうのはハープにしても特殊奏法がすごく多くて、ノベンバーステップスとかスタンザとか本当に特殊奏法が多かったんですけれども、それがそういうものが海あたりからなかったんです。竹光さんの作品、本当にその海から私はすごい美しくなったと思っています。世の中を少しでも新しく変えていくっていうことでは、その実験っていうことは絶やしてはいけないわけで、だから人間の感覚がだんだんちょっと変わってきている。 それをもしかしたら竹光さん感じてたのかな。当時のそういう演奏をやっぱりこれからの人に聞いてほしい。